カルガニ山艦艦は、カルガニ山官母地区艦ともいい、中国の湖北省広陵県カルガン山の艦母から出土した地区艦群である。現在は、慶州博物館に収蔵されている。1983年12月から1984年1月にかけて、カルガニ山で3基の竹穴土工母が発掘された。年代は、全漢初期と推定され、247号艦母。 249号二百258号幹母と名付けられた。247号幹母からは1236枚の畜艦が出土し、歴府、二年律令、僧、書、脈書、算数書、二炉、印書、遺作の8種類の鑑賞を内容としている。また249号幹母からは日書が出土した。 さらに1986年に発掘された336号官房からは、官律が出土している。1988年に発掘された136号官房からは、創始投石編に類似する、東博が出土している。藤田勝久、中国古代国家と、社会システム9個書院、2009年。ISBN 978から4から762925849。76 三宅清志、中国古代建成史の研究京都大学学術、出版会、東洋史研究総監、2011年。ISBN 978から4から876985333。池田祐一、そう、初中国古代の裁判記録刀水処房、2002年。ISBN 4から887082665。風ただしやすし。 中国医学の歴史東洋学術出版社、1997年。ISBN4 から92万4954から34から9。カルガン山カン算数書研究会、カン算数書中国最古の数学書法有書店、2006年。ISBN4 から892811092。湯浅国広。 第2部中国病法の展開、孫子の標法入門、角川学芸出版、角川選書、2010年。ISBN 978から4から04から70万3462から4。流毛化、寛大動員術に関する研究キクラゲ社、2007年。ISBN 978から4から839369309。工藤元 占いと中国古代の社会東方書店東方選書2011年 ISBN 978から4から497211101ありがとうございます